政治というか国や組織の上の話で、無能な善人と有料な,有料な悪人、どっちがマシですかもちろん、有能な善人なのが一番の方ですが、僕は有能な悪人の方がマシだと思います。ひろきさんの意見をお聞かせください。えっと、まず、善人とか悪人という、あの、価値観で、その評価をしようとしてる時点で結構微妙です。というのは、あの、善と悪というのを明確に、その、規定することができないんですよね。 まあ例えばその地球環境を良くするのであれば地球の人口を半分にする方が良いですっていう論理があるんですよね。要はその、えー、と地球温暖化問題を何とかしようってヨーロッパとかアメリカとかの意識高い系の人たちがいろいろおっしゃってるんですけど、で、人間が生きてる限り石油も使うし電気も使うんですけど、じゃあここで アドルフ・ヒトラーさんって人が、よしじゃあもう、二酸化炭素こんな地球温暖化の問題を全て俺が解決してやるぜ核爆弾ドーンって言って、なんかあの、先進国の人口が半分になりましたってなったとしたら、じゃあ、じゃあ放射線もないなんか、すげえ爆弾作ったとしてね。<laughs> で、あの、先進国の人口が半分になると、もう二酸化炭素消費量とか、石油の消費量とか全然減るんですよ。 なので、その結果、もう二酸化炭素問題とか地球問題化問題とかすべて解決するんですよ。あ、よかったじゃんアドルフィトラーさんすごいいい人って考えるのか、いやいや、先進国の人間半分殺しちゃまずいでしょって考えるのかって、何が善なのか、何が悪なのか、何が正義なのか、何が悪なのかっていう、その価値観の問題なんですよね。なので、あの、一概にこう、どっちが正しいとか、どっちが悪いとかっていう話ではないんじゃないかなと思うんですけど。 えっと、同じ目標、要は、同じ目標を共有している人の中で、やり方が合ってる間違ってるというのはあると思うんですよ。例えば、その、えっ、ー、と、日本の政治家の多くは、日本を良くしたいと思ってるんですよ。で、あの、僕が知る限り、あの、本当に日本を良くしたいと思ってる割合の方が多分日本の政治家多いんですよ。ただ、日本を良くしたいと思ってるんですが、 少子化問題を後回しにした方がいいよねと思ってる政治家の方が多いんですよ。でも僕は、いや、少子化問題早めに手を出した方が、結果として日本経済は良くなるから、要はその、えっ、ー、と、日本経済良くしたいは、多分8割以上同意してるんですよ、日本の政治家は。なんで、日本経済を良くするのであれば、そこでやるべきことは、日本の人口を増やすことと、日本の教育レベルを上げることなんですよ。 なので、人口を増やすために子供は増やした方がいいよね。で、教育レベル上げるんだったら、大学の学費安くした方がいいよね。要は、高いから大学に行きませんっていう頭のいい子供もいるんですよ。 でも、あの、まあ、フランスとかヨーロッパとかだったりすると、あの、大学の学費無料だったりするので、なので、頭がいいから大学に行って、ちゃんといい教育レベルを受けて、で、その頭が良くなって知識もある上で、社会にそれを貢献するっていう形で、経済も回るよねっていう形の方が僕はいいと思うのですが、残念ながら、その、教育レベルを上げる、日本の子供を増やすというのは、日本の政治家の過半数が賛成次第あるんです。 で、今のところ、えっ、ー、と、40年ぐらい少子化対策した方がいいよねって言われたんですけど、国政レベルで少子化対策をちゃんとやったことはありません。っていうのがあったりするので、その何が善か何が悪かと、目標としては日本経済を良くした方がいいよねって目標があるんですけど、ただ日本経済を良くするためにやるべきことという方法論で、日本の政治家はずっと間違ったことをやり続け、で、いやいや、少子化解決した方がいいよって思ってる一部の人は少数派なので、えっ、ー、と、間違った考えとして実行されないっていう。 まあこれを善と呼ぶのか悪の呼ぶのかっていうので、まあ善悪ではないんじゃないかなと思いますけど、はい、すいません。